だぶさた486回目。今日は普通に入りました。<laughs> バタ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 、はい、バタバタしておりますが。あ、うん、今日もすごいメッセージ来たね。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。うん、読みきれなくてごめんなさい。ね、ちゃんと目を通しておりますのでね。はい、皆さんのびっくり対象。大賞、うん、<laughs> そうだね。 コロナ禍だったけど意外とあったねラブサターテのラジオネット妻をラジオネーム海坂あさみさんありがとうございます,います先週のラブサタラジオネーム前場フェチさんからご指摘があった神様コーナーの読み方20つ、うん 二次通ね勉強になりましたご指摘ありがとうございますうん、うん、今後はカミスマネタの投稿前にしっかり調べてから送りたいと思いますまあまあいいんじゃないですか、うんはい、早口言葉のところだったからいい今後ともご指摘よろしくお願いいたします感謝そういえばラジオネームじゅんちゃんマンさんから、うん、ラーメン屋さんでブラサタが流れているとの報告がありましたね、うん、FM さつま仙台でブラ,、えー、ブラサタを聞いているリスナーさんラーメン屋さんへゴーブラサタを聞きながら からラーメンを無事に食べられるのか <laughs> ぜひ体験してみてほしいですね <laughs> 海賊ワサミもさつま船内市へ行った時にはラーメン屋さんで体験してみたいと思いますあとみっちゃん私もハリポタ一つも見ていません以上天の着海賊ワサミでした <laughs> ということでハリポタね確かにラーメン食べてる時に神ま流れてきたちょっとブホってなりそうな気持ち <laughs> <laughs> そうかな <laughs> うん、うん、ありますか,、ね、かいけど <laughs> そして普賢、はいえー、さんからはですね「本日は気持ちのいい晴れですただ単に気持ちいい公園の写真だけ送ります」ということでああすごいなんか抜けるようなね <laughs> 感じで<空>うーん今全国的にこんな青空なんだね東京もこんな感じだもんね今日はねそうどこも晴れてる感じですねす,すごく綺麗でございますよ、うん そしてこちらは、えー、みっちゃんさん日本放送お疲れ様でしたキャンプ場に向かう途中のスーパーの駐車場でメールを打っています肉巻きインゲンですありがとうございます、はい、さて本日は2ヶ月ぶりのキャンプはもちろん楽しみなんですが、うん、少し前に車の買い替えでマニュアル車を探していて、うん、やっと見つかった新しい愛車での初めてのキャンプなんです、うん、そして今日の夕飯は煮込みビーフハンバーグを作ってみようと思いますうま、ん、くできたらまた写真送りますではまた 来週ということで美味しそうありがとうございますありがとうございます凝ってらっしゃるねね<ー>、うん、でも今日今日明日すごく天気いいみたいだから、うん、なかキャンプ日和じゃない。ね,<ー>ね と思いますよ。はい、本物のキャンパーさんは虫もいないから、なんか冬場にやるっていう方が多いらしいよね。秋からでも冬ってなかなか良さそう。なんかちょっと寒って思うぐらいがなんかいいような気がする。草木も生えてさ、うん、いいんじゃない？うんうん、ねえ、なかなかもうやつ嫌だもん。そう寝てる時にさ、頭にムカデが来たりとかするのも嫌だし。<laughs> ほら メッセージでもあったじゃない <laughs> あ,ありました <laughs> ああそれはちょっと確かにねやっぱ虫が活動的になる夏っていうのはちょっと厳しいですね,ね、まあ、厳しいよねうん、うん、そしてちゃんまろさんは びっくり二千二十たくさんありましたねもし今一、うん、つ願い事が叶うとしたらってテーマがあったら、うん、多分半分くらいの方がコロナを終わらせてくださいって答えると思いますまあそうでしょうねそれで北郎は幽霊一族の子なので人間じゃないんですけどって <laughs> そうだよね陽気立つもんねそうそう 浅見さんがやったら人間かなって言うからいや人間髪の毛出てこないよう,ん、そうだよね <laughs> そういう話をしましたけどねなんでメールを送り直したかというと今週びっくりしたことを思い出したからです。うん え、水曜日のポッキーの日に高松にコストコの小さいのができたんです。うん、コストコのそうえー、小さいのコストコに小さいのがあるんだえ。コストコの倉庫店から人気商品だけを集めたコストコが経営してるっぽいお店なんです。どういうことだ？<laughs> 岡谷に岡山にもあるんですって。とにかくコストコの商品を扱う。専門店は四国初出店です。うん、もう話題沸騰でした。うん、開店は平日でしたが、フリーランスの特権。を使って って母と朝から来ましたよね10時開店だったので9時頃に行ったんですどうせ並ぶんだったら開店前に並んで確実に欲しいものゲットして <laughs> そんなに売り切れるほどかな <laughs> そしたら開店1時間前なのに、えー、結構広めの駐車場が全然空いて え空いていないてなんです当然のように店舗前はもちろん店舗の裏までものすごい人だかりえーすごい開店30分前には3店舗が連なった体育館ほどの建物をぐるりと1周半の行列えー、覚醒器を持ったお兄さんが最後尾は3時間待ちです <laughs> ご希望の商品の保証はできませんとアナウンス、うん、それでも増え続ける行列、うん、これこそオンリー・イン・ジャパン、うん 外国人が驚く美しき日本の風習ですよ取材のヘリコプター飛んでるし結局9時に並んでお店には11時に入れて、うん、店を出たのは12時でした <laughs> 1時間しかいなかったのマスカルポーネロールとかマフィンとかピザとか、うん、人気の商品は吸い込まれるように昼までに売り切れたそうです、うん、翌日3時に行った時は何もありませんでした <laughs> コロナも話で逃げ出すとはこのことです営業さんが来てたけどコストコの倉庫店できたらすごそうだなもちろん並ぶけど <laughs> いやでもねあのそのマスカルロールパンマスカルポーネロールねマスカルポーネロールパンは美味しい、うん、あそうなんだ、うん、美味しいコストコ冷凍してすごい量だからねそうだよね、うん、そうだからなんか行ったことあるみんなないのあないんだないのよ 友達はカード持ってんだけどねあそうなのじゃなく1回行ってみればいいのにねえついつい買っちゃうんだよねだから結構長くになってたりするからびっくりした安いとはいえねそうそうってなっちゃうよねそうなの安いって言っても大きいからさやっぱそれなりの金額だったりするのねでも1個になったら安いんだけど確かに量も多いしねそうなの。 大家族だったら本当に安く住むだろうし何、うん、かだから何家族かで分けたりするとかいうのは聞きますけどね、うんうん、それこそ私サルシッチャのソーセージ友達から分けてもらったのはそのコストコのサルシッチャのソーそーそなんだそうそうそ。うそう私あのー、今欲しいのがねコストコのトイレットペーパーとキッチンペーパーとゴミ袋、うん、<laughs> ゴミ袋すごい便利なの。あのシュってね なんだ口を閉められるように紐がついてるんで、ね、えひのひひのじゃない、ひも, <laughs> ひもというかビニールだっ <laughs> すごい日本だったよ、ののそう、<laughs> ひ紐じゃないなビニールのなんかこう紐なん紐か、<laughs> なんだよ。 口がさこうやって結ぶの結構めんどくさいだそうそうそうあのジューってやってそう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 でぐーって端っこ端っこギュってやってみたいなじゃなくてシュッってやったらもう口がシュッって閉まるからシュッってやってるそうそうそうすっごい便利なのへえ。ローラーみたいだけど声もねすっごい便利なすっごい便利なの全然似てないけど二人とも全然似てなかったよはい <laughs> そして、えー、マロンさん「ブラサタ宛てのつもりが先に送ったメールの件名にラブサタって入れたまま送ってしまったよ」ということでねでも読めたからね「はい、毎回送信済みのメールを再編集してるからだよ」って書いてありますがさてメールに入れそびれたこと「鬼滅の刃」 ブームに全く興味を示さな、ま、い、示さない天の邪気な私。うん、そうです、私が鬼でした。天の邪気のね、うん、が鬼だからね。はいはい。<laughs> というのは置いておいて、昔からどんなに流行っていても興味がなければ見向きもしません。昔はキムタク大流行、え、大流行りが苦手で、ビューティフルライフ、ヒーロー、グッドラック、どれも見ませんでした。えー、そうなの。でも人気作品だからやるんですよね、再放送、再放送で。 面白いやんこれってなっててなししまう正しみマロンでした <laughs> <laughs> スマホでゲームしてるんですがアカウント名が「鬼滅キッズ」って態度の悪いやつが入ってきて「あーあ」ってなりましたって書いてありますが<ー>実はでも私もね「ヒーロー」と「グッドラック」って本放送見てないんだよね。ああ再放送で見たそそうなのあそうなんだそうだったていうか「グッドラック」に関しては未だにちゃんと見てない <laughs>。 あ、そう。あれも。そうなの。いや、でも見たな。見ました。見ました。柴崎幸さんの。ねそう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 。うん。なんか。ちょいちょいは見てるんだけど。っていう感じ。あとあれも見てない。メイビーも見てない。なんだっけ。あ。あと、アイスホッケー。そう、プライド。プライドは。うん。あプライドも見ましたね。ええ。懐かしい。プライド太田さんだよ。東京ラブストーリーの。東京ラブストーリーだし。だ。だ。 あの当時はだって百一回目のプロポーズだってそうだよ <laughs> そうだよもうすごいすごいヒットもあるんですよ,すよ作ったね、はい、太田徹さんね <laughs> そして、はい、FM 交付で聞いているラジオネーム片栗慶ですお二人様ご苦労様です、えー、ラブサタ二度目の投稿ということで、うん、最近私の職場のおばさんたちの間で神妻、うん、が大人気、うん、私が面白いから聞いてみたらあと進めたら大反響、うんうん、作品まで考えて私にこれを送って、うん、とさ。 対策してきますえ本当すごい嬉しい決して自分たちではブラサタにメッセージを送らないおばさんたちこれからもサイレントリスナーでブラサタを応募していくとのことですねあそうなんだ嬉しい静かなブームになっております神様サイレントリスナーさんいやもうね嬉しいですよ嬉しいですよでも肩こり経済には送れっていう。面白いね面白い 控えめなおばさんたち、ね、いや、職場のなんかこうね、なごみになっているならば。そうかも、ゲームとかされてんのかな、みんなで、ねすごく嬉しいですね。ありがとうございます。いや、今日ね、ちょっと初の試みで、あの。ちょっと動画もね、撮ってみたりなんかして、まあ、アップするかどうかはわかりませんけど。あさみさん、いわくタイムプラスと。すで タイムラプスね <laughs> みっちゃんタイムプラスだよっていう <laughs> 得意げに言ったらタイムラプスだったっていう <laughs> 恥ずかしいやつうそして今日は曲紹介中にマイクを切るっていう <laughs> <laughs> 本当にびっくりしたわあれ意味の謎の行動をね私は最後に撮りましたね。 <laughs> もうね今日もなんかね最初はゆったりしてたのに、うん、結局後半追い詰められていくっていうねい始まる前もそうだね今日はんかちょっといろいろ準備があってメールとかを全くこう読めないまま進んでいったからすごいドキドキ安心しててまあでも基本的に十1時代って割とこうタイムリーにメッセージをこう読んでいくっていうことしかできないんだけど。うん でもちょっと緊張したねそうねうん。私もあの昆虫食は読んでいいのかしらって思いながら読<ー>んじゃったけどあ、ねね、あ、そうか昆虫食ねあそう昆虫といえばさ、うん、うちのさあの門のところに、うんうん、なんていうのな門がさふんちょっとこうくぼみがあるんだよね門に <laughs> なんて言えばいいんだろうな縁 <laughs> うん、門の縁のところにこうちょっとくぼみがあって、うん、そこのくぼみのところになんかいい感じに青虫が収まってて <laughs> 最初パッと見たらなんかほんとあのグ,グレーというかちょっと緑というか、うん。 まあななんとも言えない色なんだけどもう,うちのもんがね <laughs>、うん、<laughs> そ,そこにもう黄緑色のねちっちゃいまあ体長どのぐらいだろう1 0ンチぐらいの青虫がヒョイってそのスポって入ってて、うん、ちょうどいい形に入っててジャストフィットしてだろうねきっと、うん、<laughs> 気持ちいいところに入ってんだろうなと思ったんだけど、うん、そしたそこにさいてまあまあほっといたわけよ、まあ、いずれいなくなるかなと思った、うん、次の日見たら白いね もうちょっと糸がこう糸で体を覆ってるわけ、はい、あれ, <laughs> あれこれサナギになろうとしてる <laughs> と思って <laughs> ここで <laughs> ここで <laughs> と思ってで次の日また見たのさら、うん、にそれでの糸で覆われてて、ね、写真撮っとけばよかったじゃん撮ったさすが撮りました これは腸になるのかガンになるのかわからないんだけどちょっと見守ってみようかなと思って毎日毎日そう今うち貸してます青虫にモンねうちのもん賃貸無料だけど無料だけどそうだね成長見せてもらおうかなと思って足長バチさんにはちょっとねいや本当に困った体質願いたいけどねねえ怖いよね怖い怖い いいやもうほんと足足長長のよね足長鉢って <laughs> まあその名の通りなんだなと思って見てたけど私チって怖すぎて、うん、ちゃんと区別できないかも大きいんだよ結構あそうなんだ、うん、でもスズメバチはもっと大きいからもうそれはあの音がするだけで怖く,怖くあーブーンて、ね。うん 洗濯物の周りも飛んでたりするからさなんかくっついてたりしたら困るじゃん、うん、でも異様にバタバタ私は取り込む時にやってての隣の人に見られてちょっと恥ずかしかったあの人何してんの <laughs> すごいなんかもうちょっと気がくる乾いてる洗濯物ババババタ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 やってて <laughs> そうだね濡れてるやつをね乾たかるやつだって分かるけどね あの <laughs> 人どうしたのか <laughs> そうちょっと恥ずかしいなと思って <laughs> いやでも家の中に鉢入れちゃったら大変だからとうってさパタパタやったんだけど子供たちがまだちっちゃいのもあるしねそうねほんとそうよいろいろとね怖いですよもう花枝がもう怖がっちゃってう<ー>んでも鉢もそうだけどさ青虫も怖いらしくてあそうなのう玄関閉めれないみたいな怖いって。<laughs> <laughs> そんな花ちゃんはね替え歌じゃないけどいやほんといろんな解釈してね幼稚園から帰ってくるからさほんねツッコミどころ満載そこの間もさっきみーちゃんには言ったけど日本昔話のねエンディング曲っていうのかな人間っていいなねそう人間っていいなねを今練習してるんですよね幼稚園でこの間なんか鼻歌のように歌ってて「熊の子見ていたかくれんぼ」 お尻を出したら一等賞 <laughs> <laughs> 夕焼け肥やしでまた明日 <laughs> また明日 <laughs> って歌ってて <laughs> お前どっから突っ込めばいいかなと思って <laughs> <laughs> お尻出したら一等賞だよ話いやこれ意味が変わってきちゃうからさ、うん、<laughs> お尻出しちゃうから。<laughs> <laughs> <laughs> そうなのよ。本当さ、どう伝えればいいかなと思って。な <laughs> <laughs> んちゃんお尻は出しちゃダメだよ。<laughs> 幼稚園で。お尻出したって一等所にはなれないよ。それはわかってるって言って。<laughs> 一等所になった子が。<laughs> がお尻出した出した子が一等所になったってだけの話で、ね。<laughs> お尻出したら一等所になれるわけじゃないよって言ったんだよね。 ああ本当に一時違うだけで全然意味合い変わってきたからね意味変わってくるよねほん面白いなあとなんかこうよくさじゃんけんのさこれはねラジオで言っても分かんないかもしれないけどよくじゃんけん始まる前にさこう見るやつでしょそうそう手組んでくるっと回してあー見えた見えみたいなねそう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 ってやるじゃないですかあの動作をしてこれなんだって言ってきてうで あ、お花って言ったら違うなんだろうか太陽月とか言ったら違う正解は新型コロナウイルス <laughs> 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 誰がそんな発想するの <laughs> 指のゴツゴツした感じが絡めたところがねあのウイルスの,あのちょっとギザギザのところに似てるっていうところがニュースとかで出てくるねあのウイルスの写真に似てるっていうことなんだろうけれどまさかさそんなのクイズに出されると思わないじゃんっていうのねパパに出してました <laughs> <laughs> 困る。<laughs> 本当に <laughs> 急にそういうクイズを出してきたりするからね今とね曜日を覚えてるからねそうそうそう <laughs> 月火水木、金曜日って <laughs> どうしても「どう」が言えない <laughs> 新しいわ <laughs> ねもういや成長って面白いね一番面白い時期だよね、うん、多分ね そんなこんなしてるうちにえなちゃんが同じ時期に入ってくるからそうなんだよねどんな会話すんだろう二人でね昨日はねなんか絵本読んであげてたあらうん。仲良しねねえあのちょっと微笑ましいなって思いながら遠くからねお姉ちゃん偉いねって思いながら見てたけどねい偉い本当にね いや皆さんのところもねどんなお子さんが、うん、<laughs> そうだよだって今日いっぱいあったじゃん彼氏がね婚とかね <laughs> 彼氏とかねなんかちょっとハッピーな話題いっぱいあったね,ねハッピーなびっくりもねたくさんあったからよ,よかったよかったやっぱクリスマスに向けて皆さん今が動き出してるんだよ <laughs> でもさこのコロナ禍でお付き合いが始まるって、うん なんかちょっと特殊な感じもあるから確かにね,ねやっぱさゲームとかでそういうネットでつながるってあるんだね,う,ねうん。オンラインとかだったら喋りながらやってる感覚と一緒なんじゃないそれって顔が映ってたりするのかな顔映ってないと思うよ、うん、<の>画面だけがねそうあのチャットみたいに言葉がバ,ババババババってやり取りをしながらとかはできるから喋りながらだからゲームしてる感覚に 1人あの全然もう10年以上前だったけど、うん、パ,パソコン2台駆使してもうなんか小室哲哉さみたいな、えー、そ言っちゃあで2人で住んでたんだけど彼氏の方が、うん、俺仕事行く前もあいつの背中を見て帰ってきてからもうあいつの背中しか見てない <laughs> <え>女の子が女の子がヘッドホンして2台のパソコンを駆使してカタカタカタ。 仕事じゃないんんだそれうゲー普通にオンラインゲームをずっとやっててすごいなんかデートレーダーみたいだよね2つのもうなんかずっと同じ体制だから俺え俺働いてきたよなってびっくりしたって言ってたことがありましたすごいねすごいなと思ったその時にへえ今の子たちはまあスマホでできるしねまたいやなんか恋愛の 生まれる形もなんか変わってきそうだ、ね、そうだよ,変わっ,てきてるよきっと、うん、またこのコロナ禍もあってネットの中でチュクチュンがなるんだねそうだよ、うん、でだってズームとかでデートしてる人もいるかもしれないわけです <laughs> でも全然最近あるんじゃないズームデートなかなかだって遠距離の方とかさ、うん、ねえ行くに行けないっていう状況もあるだろうからねうん、うん、そうだね、うん、いやーなんかいろいろ変わるな来年とかどうなってんだろうね本当に。 通常にもうーんどうでもまあコロナで変わってよかったことも多分あるはあるだろうから、うん、そういうことで言うとまたこう新しい時代の幕開けみたいになってるんだろうね。そうね。だから、 あのネガティブになっちゃう部分もあるけど、うん、ポジティブに捉えれば、うん、あこういうだから仕事もさ別に無理して会社に行ってやらなくてもいいしとかうん、うん、っていうのが分かってきたっていう意味では、うん、ある意味いいこともあったとも言えるし<ー>、うん、そうね、うん、確かにど。どういう出来上がりになってるかちょっと分かんないんだけど映画がね。<laughs> はということでね,ねはい、はい、また来週お会いしましょう <laughs> こんな終わり方ある <laughs>